あ、ドレミちゃん。まあ、エロさん、私もあんみつ村を探検しに来たんです。とっても楽しくて夢の中みたいですね、デシカ。夢の中なんだよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、クリスマス真っ只中のあんみつ村に行ってみたいと思います。いいね、クリスマス。もうなんか遥か昔のことのように感じるけど。クリスマス過ぎたら年末とかあっという間やけんな。では夢をお取りするためにインターネットにお継ぎしますわね。ということで、あんみつ村に出発。はい、あんみつ村に到着。お、雪が降ってる、雪が。夢の世界へようこそ。あなたは今、あんみつという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のあんみつの世界をご堪能遊ばせ。ってことで、早速着替えましょうかね。あ、ここは、お、サンタの帽子。でも服が二通りあるね。サンタのジャケットか、赤ずきんの服、赤ずきんの服？なぜ赤ずきんの服？でもなんか、上の服以外は、同じセットになるってことよね。これはメガホンかな。謎の袋だった。あれか、赤ずきんの服も、ちょっとサンタさんの服に、見せとる感じ？女の子版に見えるみたいな。じゃーん！こんな感じで、やったね、ガールサンタになれた。なるほど。そういうことだ。そういうことだ。このなんか、あんみつ村はね、今、クリスマス真っ只中ということで、イブの幸せな夜にサンタさんになってあんみつ村をお尋ねくださいということなので、サンタさんの格好をしてね、みんなの家を回ってみたいと思います。え、ここの家の住人さん、プレゼント落としてるんだけど、これは私が落としてしまったというやつですか？慌てんぼうのサンタクロース、まさしく私そんな感じになりそう。はい、お邪魔します。あれ？この家の住人さん、家の中におるかと思ったら全然おらんかった。あ、そしてもうすでにほら、プレゼントがいっぱい。あれよね、サンタさん以外にも、お父さんお母さんからのプレゼントもきっとあるよね。お。あ、この中は本とか。あ、すごいね、これ、カラカラカラって閉めるタイプのやつかな。あ、いいね、いいね。これ、ブーツ、ブーツ。この中にお菓子とかね、いろいろ詰めてもらって。でもなんかさ、こう、靴下を、なんかベッドのとことかかけといたら、サンタさんがプレゼントを入れてくれるみたいな、聞いたことあったけど、絶対あんな中に入らんよね。やっぱそれ用のでっかい、なんか、人形用みたいな、靴下があったりするんかな。プレゼント入れる用。ほい、そして左側。お、リビングに飾られてあるツリーは小さめやね。なるほど。良き。まあ、ね、大きいのもいいけど、なんか最近はさ、一人暮らしの人でも、なんかクリスマスツリー飾りよる人とか、おるっぽくって、でもなんかこう、何？家族でワイワイ飾りつけたりとか、そういう感じの、これぐらいの大きさでもなくって、もうなんか机の上に置けるぐらいのミニチュアサイズのクリスマスツリーを飾って、クリスマス気分を楽しみよる人が結構おるみたいなのに聞いたことある。いやでもやっぱり、クリスマス気分は味わいたいよね。味わいたいよね。一人暮らしだろうと。良きだわ。クリスマスってワクワクするもん。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側はお風呂場やね。は、何気に雨漏りしている。こんなところ何気に雨漏りしてるよ。大丈夫か。ポタポタ言ってる。こう、トイレに金魚鉢。いいね。おしゃれやね。おしゃれなトイレ置き。もうこういうさ、なんか、ホテルとかでよくあるのが、こういうね、お風呂とトイレが一緒になってるの。こういうのさ、一人でやったら全然大丈夫やけど、なんか、他の人と一緒とかやったらさ、なんか、相手にトイレに入られたら、お風呂に入れんみたいなめっちゃあるよね。タイミング的なものが。あ、でもトイレに入られとってお風呂に入れん分にはまだいいけど、お風呂に入られてトイレに入れんのはちょっときついよね。
まあでも大体そういうのってあれか、ホテル共用のトイレみたいなのあるんかな。各部屋じゃなくても。ほい、そして、2階へ。お、2階は寝室か。良きだね、良きだね。あ、何気に、ハート回復できる。やっぱりこうね、趣味の本とかを、本が趣味かどうかはわからんけど。でもこんだけあるってことは趣味と言ってもいいんじゃないか。ね、本の趣味、本の趣味？趣味の本とか読みよったら、精神的にも落ち着いてハートも回復するというやつだね。よきよき。あ、一瞬テレビかと思った。時計か。さすがにこんなに小さくはないよね、テレビ。あ、でもサイズとか一緒やったっけね。どうだったでしょうか。ほい、そして地下へ。あれやね、なんか入り口入ってすぐの部屋とリビングと2カ所にツリー飾ってあったね。すごい。きっとお金持ち。なんかツリーって高いやん。いや最近はでも安いのも結構あるんかな。これって何やった？これストーブやっけ？ま、でもなんか何かしら温まるものよね。こっち側におったら多分すごい熱風でやられそうな気がするけど。燃えそう。おしゃれなんだろうな、きっと。ね、こういう帽子。そして、タイプライター。あ、ここで、きっとあれよ。サントさんへのお手紙を書いたんや。カタ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 。サントさんへ、今年は何々が欲しいです。みたいな。かわいい。かわいい。そして、この家の人は、外かな？まあ、外よね、きっと。あ、いたー！ほぼ一緒なんだけど。え、ほぼ一緒なんだけど、どうも。クリスマスパーティーする？え、したいしたい。あ、ここ村長さんの家か、ザラメさん。なるほど。え、したいです、ぜひぜひ。サンタさん仲間だったんだね。あ、ってことは、あそこのツリーの下に置かれてあるプレゼントは、もらったやつじゃなくって、これから配る分だな、きっと。これから村の子供たちに配る用のプレゼントだね、あれは。なるほど、そういうことか。お、どうも、ジハヤさん、メリークリスマス。どうも、君はきっとコスプレだね。あ、ドレミちゃん。マーエロさん、私もあんみつ村を探検しに来たんです。とっても楽しくて、夢の中みたいですね、でしか。夢の中なんだよ。かわいいな、ドレミちゃんは。はい、お邪魔します。お、なんかこういう雰囲気の中に、こういう感じであるの、ちょっと特殊な感じやね。なんか隣サボテンあるし。で、サボテンはやっぱり暑い場所っていうイメージがあるけん、クリスマスツリーとあんまり合わん気がするけど、でも、あれよね、オーストラリアとかって、あれやろ？真夏のクリスマスになるわけやん。それはやっぱりすごい暑い中クリスマスツリーは飾っとんかな。面白いよね、なんか、サンタさんがさ、なんかサーフィンしよるとことか、実際しよるかどうかわからんけど、なんかテレビで見たことあるけど。はい、左の部屋へ。ここはカフェかな？お、左側はなんか花がいっぱい。植物で癒されましょう。紅茶も飲みつつね。これいつもすごいおしゃれやなって思うよね、ティーポット。めっちゃ良くない？私結構好きなんよね。この色やったらなんか普通に紅茶って感じするけど、なんかめっちゃカラフルにできるやん。紫とかオレンジとか。そしたらなんかすごいね、魔法、魔法っぽさがアップせん。魔女の壺とか置いてさ、いろいろやりたいよね。はい、そして右側の部屋へ。お、右側は個人の部屋かな？なるほど、なるほど。あ、やっぱりみんな寒いから、寒いから置いてあるんだね。いや、寒いとね、何にもする気が起こらなくな、え、なんで顕微鏡置いてるの？珍しくない？こんなのって私学校でしか見たことないんだけど。てか普通家とかにないよね。え、何？なんか研究者なの？何気に。はい、そして2階へ。お、お、え、
いなんか、家にこんなものが。やっぱり何かしら研究してるんだね。すぐ研究、星の研究？でも星の研究やったら顕微鏡とかそんな関係ないか。なんか生物学的な。え、すごいな。ね、なんかカフェを、こう何、切り盛りしつつ、え、趣味なの？すごすぎない？てか、いつも思うけど、この時計ってさ、あれよね、なんか、開きそうじゃない？真ん中から、ずー、なんか、仕掛け扉みたいな。そんな感じがする。ほい、そして、地下へ。言ってた通りやん。言っとった通りやん、ちょっと。なるほど。じゃあもしかしてあそこにあったのも紅茶ではなく、魔法の薬。ちょ、怪しげな薬だったんじゃないのか。なるほど。何か研究が行われているのだね。え？レジ？魔法屋さんか何か？なんかあの、ゼルダとかの世界にありそうな感じの。この辺のね、ポーションとかを飲んで、ここで調合するのね、きっと。ほらほらほら、妖精さんとかもおってさ、いろいろとびっくりした。びっくりした。ここの棚とかにも多分粉薬とかいろいろ入っとるんよ。なるほど、なんか、カフェともう一個こういう何、職業についているのね、この人は。地下やけんね、ちょっと裏側かもしれんけど。知る人ぞ知るみたいな感じかな。昼はカフェの店長で、夜は、ま、なんか、魔法関係の怪しいものを売っている。そんな感じ。そして、向こう側に。イルミネーションとかやっぱりね、こういう冬の景色に映えるよね。いいよね。そして、ところどころにやっぱりプレゼントを落としている。これはフライパンの絵かな。レストラン！やった、こっちにレストランが、どっちやろ？下の方かな？上？とりあえずこっち、あ、こっちは何？パン工房かなんか？森のパン屋さん！よき。え、めっちゃよき。お店の人は中ですか？お邪魔します。パン屋さんのパン美味しいよね。メリークリスマス！お！みんなサンタさんの格好をしているのね。どうも。ほっこり焼きたてパンをどうぞ。いや、冬とかにそういう焼きたてほかほかのパンを食べるっていうのはものすごく幸せだ。パン屋さんのパンは私ミルク系のパンが好き。なんかこう、ね、甘いクリームをパンに練り込んどるやつ。私、クリームが入っとるパンって好きじゃないんやけど、練り込んどる系がめっちゃ好きなんよね。わかる？わかります？はい、そして左の部屋は、あ、ここは、あ、ここはカフェかな？向こうで買ったやつもここで食べれたりするんかな？こっちもなんか一応食パンは売り寄るっぽいけど。あとはケーキ？あ、ここで作ってる。いいね、いいね。そして買って、それをここで食べると。なんか、ここで食べるにしてはちょっとすごい豪華なんですけど、もうがっつりやね。がっつり、めっちゃなんか、紅茶セットが。はい、そして、右側に。はい、右側の部屋へ。お、ここはトイレや。何？ガラガラガラ。うがい。まさかのうがい。え、これ何？切り株の上にキノコ乗ってんだけど、キノコ生えてるよ、大丈夫？大丈夫ですか？なんか至るところが結構あんまりしよるね。そろそろみんなちょっと屋根の点検とかした方がいいよ。しかも、ポタポタなりよるってことは穴が開いとるけん、隙間数とか入ってきそうやん。絶対寒い。超寒いよ。修理しよう、修理、屋根の。はい、そして2階へ。2階は自室だね。ニワトリ飼いよりやん。こ。いいね。そしてでっかい目覚まし時計。いやー、目覚まし時計ね。なかなかこう、目覚まし時計ってさ、起きとる時になったらもうじりじりじり、
うるせえって思うんやけど。なんか寝とる時になってもさ、なかなか起きれんのよね。音が聞こえないよ、音が。私なんか物持ちがめっちゃいいけんさ、高校時代とかに、皆勤賞でもらった、あれよ。あの、目覚まし時計があるんやけど、なんかそれを使いよって、めっちゃ音うるさいんやけどさ、全然目が覚めんのよね。てか、皆勤賞で目覚まし時計ってなんなん？今更ながらに不満。よし、そして、ってことはあっちがレストランってことやね。レストラン、レストラン。ワック、ワック。どこや？あ、こっちの端っこや。ん？これ？あ、ここか？お、思ったよりも小さかった。あ、どうも。レストランの店長さん、チコさん、プレゼントは何かな？プレゼント、レストランへのプレゼントは何がいい？食材？食材がいいですかね？めっちゃ現実的。お邪魔します。かわいい。羊かわいい。私、天津飯がいい、天津飯。これ天津飯やろ？天津飯美味しいよ、天津飯。でもあの、なんか、西日本と東日本で天津飯の味が全く違うっていうのを聞いてから、私東日本に行ったら絶対天津飯は食べんとこうと思った。だってなんかさ、こう、説明を見ただけでも全然私の知ってる天津飯じゃないもん。やけん、多分、私なんか、多分視聴者さんとかね、ツイッターのフォロワーさんとか東日本の人結構多いんやけど、私天津飯好きって言うけど多分ね、こんなのが好きなのって思いよる人もおると思うよ、きっと。違うよ、私杉が好きなのその味じゃないから。なんかね、醤油ベースのあんかけみたいな感じなんよ。なんか東日本ね、ケチャップをベースにしとるみたいなの書いとって、全然違うやん、絶対味違うやんと思った。もっと美味しいよ。いや、東日本は東日本で美味しいかもしれんね。ちょっと一回ぐらい食べてみたいかも。あのランプかわいい。水玉柄。あれは？マイデザ？かな？かわいいね。いや、よきよき。私、ああいうさ、なんか、枕元とかに置く小さいランプみたいなのがないけんさ。ま、なんか電気つけるんなら、枕元だけじゃなくても全体、部屋全体つけるみたいな。あ、でもなんか小学生の時に使いよったベッドは、なんかベッドの枕元に元からランプがついとったけど、なんか中学上がってから私ロフトじゃない。中学の時に二段ベッドやって、で、高校ぐらいからロフトベッドに変わってきにさ、全然なんか、ないんよね。代わりになんか下に物がめっちゃ置けるようになったけんいいんやけど、服とかかけたりね。けどなんかこういう飛び盛りしよったら私もそうやけど、なんかベッドの枕元には必ずああいう小さいランプを置くっていうね。実際にはないけど、なんか、なぜかそういう組み合わせにしていく。私あの間接照明っていうのが苦手なんよね。なんかちょっと暗いみたいな。もうペカーってしてほしい。ペカーって。でもそしたら寝れんみたいな人も結構多いんよね。私全然電気こうこうとついとっても寝れるけんさ。でも最近になってやっと思ったのが、電気こうこうとついとっても寝れるけど、真っ暗の部屋で寝た方が疲れが取れやすいって思った。思った。こういうのいいね。ちょっとした細い道好きよ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。みんなはあれかな？クリスマスプレゼントとかめっちゃもらえた？私はもうね、もうもらえる年齢ではないので。もらえなかったけど、でもクリスマスやっぱテンション上がるよね。